3、2、1、0。10月の3日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーきる。10月の3日、今日は登山の日、山の日だそうです。山といえばます寿司美味しいですよね。それは富山。今日の晩ご飯、いくら丼にするか栗ご飯にするか、それは悩ましい。昨日冷蔵庫に残ってたチーズケーキ全部食べちゃいました。それはやましい。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。本日定休日ですが、10時から17時頃まで臨時営業しています。出産うち祝いのご注文がこのところ多いです。冷ややっこ乾燥塩昆布のせ、冷ややっこに乾燥塩昆布をのせてよくなじませます。塩昆布が柔らかくなってきたところで、やっこと一緒に食べるととっても美味しいです。素晴らしいお酒のおつまみになります。乾燥塩昆布トッピングやってみませんか。店長まっちゃん、またおみくじ大吉出るまで引き続けてる。ちょっと恥ずかしいぞ。